おはなしとんがはじまるよ。川ボタル。昔、印旛沼には死んだ人の魂なのか、まるで蛍の火のようなものがふわりふわりといくつも現れたそうです。特に夏から秋にかけての雨の降った夜にたくさん現れ、水面から5、60センチぐらいのところに時には高く時には低く、走る時は矢のように速く、丸く集まったかと思うとパーッと散ったりして、みんなはこれを川ボタルと呼んでいました。これはその川ボタルを見たという吉高に住んでいた吉和という人の話です。ある日、吉和は友達から、今夜は空も晴れて風も静かだから久しぶりに夜釣りをしようじゃないかと誘われた。それはいいと早速二人は用意を整えて、それぞれ小舟を操って沼の中ほどまで漕ぎ進むと、100メートルぐらい離れてそれぞれ竿を刺し船をつなぎ釣り糸を垂れた。しばらく釣っていたが、おかしいな、さっぱり釣れねえな。おい、そっちは釣れたかと聞くと、こっちもまだだよと友達も答えた。それでもお二人は久しぶりの釣りを楽しんでおった。すると空がにわかにかき曇り、大風が吹き出し雨が激しく降り始めた。辺りは真っ暗闇となってしまい、さっきまで近くに見えていた友達の船も見えなくなってしまった。これは一体どうしたことだと心細く思っていると、遥か向こうから一つの青い火がひらひらと燃え上がった。あれが死んだ人の魂だという川ボタルかと見ていると、川ボタルはどん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 こっちに近づいてくる。逃げようと思っても風が強くて船は動かすことができない。おーいと友達を呼ぼうとしても恐ろしくて声も出ない。そのうち川ボタルが船の矢先に乗ってしまった。ああ、吉和はもうどうすることもできず、ただ目を閉じて一心に念仏を唱えた。だっただろうか、ようやく空も晴れ風も静まったので、恐る恐る目を開けてみると、もう川ボタルはどこかへ消えてしまい、友達の船も元の位置に見えた。はあ、おーい、今の川ボタルを見たか。ああ、見た、恐ろしくて物も言えなかったよと友達も答えた。二人は人心地ついて家に戻っていった。あくる日、吉和は漁師が大勢集まっているところでこの話をすると、一人の漁師が、そんぐれいなことはよくあるださ。去年のちょうど今頃、夜漁に出た時も川渡るが船に乗り込んできた。その時は大勢いたんで恐ろしいとも思わねえでよ、船竿で思いっきりぶったたいてやっただよ。したら砕け散って船一面青い火が散らばっただ。その生臭いこと生臭いこと、油みてえにぬるぬるして洗い落としたが、手は二三日生臭かっただと
話してくれたんだと。さあ皆さん、このカワボタルの正体は一体何なんでしょうね。ムカエビにバクテリアがくっついたものだ、光るプランクトンだ、木造ガニだという人もいるそうですよ。またこのカワボタルを雪の降った夜に見たという人もいます。あの船戸大橋ができて渡し船がなくなった最後の船頭の塚本伝助さんです。伝助さんの頭に火の玉のような川ボタルが止まって、それを見た相棒のヨシさんがおっかながって気を失って沼に倒れ込んだそうです。今ではこの川ボタルを見たという人はいませんが、皆さんも念のため夜の印旛沼には近づかない方がいいと思いますよ。おしまい。おしまい。